その昔、ここには多くの作家、芸術家が集い、つかの間の安らぎを見つけたといいます。一体この場所の何が彼らの心を釘付けにしたのでしょう。表通りから一歩路地裏に入る。するとそこは別世界。趣のある家屋と石畳、そして街のあちらこちらには昔ながらの店がひっそりと佇んでいます。ここは神楽坂。時間の止まった散歩道なのです。古き良き時代、そして現代がそれぞれ溶け合っている町、神楽坂。表通りには長い年月を生きてきた老舗が店を構え、耳を澄ませば明治、大正の商店街の喧騒が聞こえてくるようです。そして路地裏の料亭街には神楽坂の歴史を彩ってきた花柳界の風情が色濃く残っています。また周辺には東京理科大、法政大などが点在、学生の街としての一面も持っています。神楽坂を含む一帯、ここは古くから牛込と呼ばれていました。山手と下町の境に位置し、商業、文化が栄え、他の町にはない独特の雰囲気を醸し出してきた神楽坂。また牛込台地の端にあたるため、坂の多い町としても知られています。そして多くの文豪たちが集った神楽坂。夏目漱石は坊ちゃんの中で毘沙門天での縁日の様子を描いています。ここでは町のあちらこちらから当時の文豪たちの熱い息吹が伝わってくるようです。そう、ここは文士の町。また尾崎紅葉をはじめとして神楽坂に居を構えた作家、芸術家も多く、この地でいくつもの名作が生まれたのです。この素晴らしい街をもっとみんなに知ってほしい、そんな願いのもと頑張っている人たちがいます。ここは牛込神楽坂、神楽坂のタウン誌です。編集テーマは徹底して街とそこに住む人々。ページをめくるとそこはもう神楽坂一色です。このタウン誌を発行しているのは牛込クラブのメンバーたち。充実した内容の記事に神楽坂ファンの読者が増え始めています。発行人であり編集長の立壁正子さん。もともと神楽坂生まれの彼女、自分のふるさとを見直したいと平成6年に一人で創刊しました。一回やるごとにもう発見の連続で、ですから見込みでやってるわけじゃなくて、かなりこうアバウトに始めるんですけれども、始めてみるともう考えていたことの2倍3倍4倍10倍ぐらいの時もありますし、いろいろなことが出てくるわけですね。でそれ情報をくださる方もたくさんいます。自分自身も楽しいし、いろんな方と知り合って、世界がこの小さい町の中でもすごい世界が広がったという感じがしています。毎回取り上げたいネタが多すぎて時にはページ数が増えてしまうこともあるという立壁さん。そんなパワフルな彼女と創刊当時から二人三脚で頑張っているのがデザイン担当の江口元子さんです。人形だからそうだよね。あ、そういうことか。
いやもうすごい人ですよ、よく言うわよ、まあ、強いし、よく言うわよ、もうあれだけのこと一人でやっぱり弱いって言ってるできる人ってそういないんじゃないですか、うん、だから本当はもっと私はもっと手伝わなきゃいけないんですけど、うん、なぜかやらせてもらえない。そんなことない。だってもういっぱいやってもらってるもの、うん、もうね、デザインをあれをね、表紙から一点に一人でねやってくれるっていうのは大変なことですよ。手探りで始めた雑誌作り、苦労はその都度笑い飛ばして乗り切ってきたという2人。彼女たちのパワーの秘密、それは神楽坂が大好きという気持ちなんですね。そんな彼女たちのもとにはユニークなスタッフが集まり、雑誌作りを助けてくれています。採用数字で統一ね。そうです、で 和の人の先には汚れです。これ D プラッツって書いてある。あ、 D プラッツよね。神楽坂に住んで10年という松永萌子さん、フリーのエディターである彼女は仕事の合間を縫って構成やマップ作りを手伝っています。そのファンキーなキャラクターは紙面にも反映されています。立ち壁さんはすごく真面目ですごくきちんとやるんですけど、硬いんじゃないかな、硬い本ができるんじゃないかなっていうのが少しあって、でもう少し柔らかく私ができるんだったら やろうかなと思って、あのイラストもイラストレーターじゃないので全然下手なんだけど、そういう風なのがちょっとでも入ってたらもうちょっと柔らかくなるかなと思って参加してます。はい、なんか欲しい。そして女性スタッフの中にあって刻一点で頑張る山口浩二さん、コンピューターのハード面のアドバイザーです。パワフルなレディーたちに囲まれて苦労も多いとか。苦労ですか、まあいつも笑って済むことだけなんでそこら辺はまあ苦労っていう人もいるかもしれないですけど、私はそんな風に思ってないんですけどね、楽しんでやってます、ええ、このユニークなスタッフたちのもとには神楽坂ファンから毎月たくさんの投稿原稿が寄せられます。また著名人からの投稿が多いのもこのタウン誌の特徴の一つです。著名人の方の中でも神楽坂ファンの方がかなりいらっしゃって、ですからちょっと無理かなと思ってあのお声をかけたりするとほとんど皆さんあの受けてくださって、あの本当スズメの涙のようなあのわずかなお礼なんでお礼をするぐらいで、皆さんとっても喜んで書いてくださる、それはあの単紙冥利に尽きるのではないかと思っています。その中の一人、神楽坂に残る古い建物のスケッチとエッセイを連載しているのは建築家鈴木喜一さんです。今日はあの、うん、蔵の9階の蔵の部分なんですが、うん、でここはもうあの、うん、蔵ということで、うん、露出でもいい、うん、本当の露出で、うん、じゃあもうここはあの、うん、こういうものありますよね、うん、留め具、うん、鈴木さんの設計事務所と彼のギャラリーがある建物は昭和22年に建てられたもの。建築家として古き良き神楽坂の建造物がなくならないように願っています。これはいいなって思ったところはちょっと絵にして残しておきたいということの、まあ、個人的なあの気持ちと、あと絵を描くことによってその建物の持ち主があの大事にしてくれるんじゃないかと、うん、で壊さなくても直して回収しながらね、あの神楽坂らしさを作っていこうというようなことであればなっていけばいいなというふうに思いながらちょっと描いてるんですけどね。古き良き神楽坂、それを知っているのはここに生まれ育った人々。彼らはこの地に住むことに愛着とプライドを持っています。老舗の下駄屋スケロク、ご主人の石井健二さんも神楽坂の移り変わりを見つめてきた一人です。戦前はね、ここはあの保護者天国の元祖ですからね、大正時代から毎日夕方から夜中の12時までは保護者天国で、夜店が200軒ぐらい出た。好きな場所、はい、やっぱりこの表通りですね、やっぱり自分の住んでるところが一番いいですね。
表通りに残る老舗、そして裏通りの料亭街。立ち壁さんはお気に入りの路地裏に神楽坂の姿が見えるといいます。日常の空間というよりもこういう花柳会ですとか飲み屋さんとかっていう独特の風情があるわけですね。色化があって、それできちんとそれが非常に整然に保たれているっていうのも、そういうところの普通の飲み屋さんとは違う空間だと思うんですよね。一歩入ったら別世界っていうような。木の前の富田富江さん、俳句を読む粋なおばあちゃんです。昔はとっても深みがありましたね、情緒があって。例えばあったから、あの時代の方が良かったのかな。旅屋なら旅専門で食べていかれたんですから、旅屋か筆屋、筆だけ売って商売になってたんですからね。なんかゆとりが、おっとりした心のゆとりってものがあったような気がしますね。もう戦争は嫌ですけどね、地下道が来てもここで死にたよ。いいとこですよ、ここは。町を愛する人々が多く住む場所、神楽坂。そして彼らはみんな魅力的な人たち。ここは町と人が一緒に生きています。だから立壁さんたちは神楽坂の街と人にこだわり続けているのです。大好きな街で大好きな人たちと生きていく、ここは牛込神楽坂は、そんな街と人々を記録するアルバムなのかもしれません。もう本当にどこまで続くかなと自分でも思いますけれども、まだまだやりたいことは考えてみるといっぱいあるんです。なんか今まではちょっと自分一人でこう やりすぎたかなと思うので、これからはいろんな方たちと手をつないでやっていけたらなと思います。立ち壁さんの取材は今日も続いています。町と人に見守られて、これからも彼女たちはタウン誌の中に今の神楽坂を記録していくことでしょう。ここは牛込神楽坂。神楽坂、町が呼吸している場所、そして小粋な人々が住む場所。ここではゆっくり時が流れていきます。昔の文章を気取って路地裏の散策を楽しめば過去にタイムスリップ。神楽坂はそんな街なのです。